ある日その仏像の方がなくなっちゃったんです。リアル現場シェリー、ラモさん最近ちょっと特ダネ情報とかそういうのないんですか？そうですね、特ダネというかびっくりしたっていうのがありましたね。びっくり？でもラモさんがびっくりするって相当ですよ。なんかまあ僕まあ樹海ずっと行ってるじゃないですか。でまあ昔から行ってて、でまあ基本的に一緒に行ってる樹海のこの K さんは基本的にその死体を探す人なので、それ以外あんま興味がない人なんですよ。だけどまあ意外と名所みたいなのはいくつかあるんですよ。建徳道場っていうその昔はあのおじいさんが、信仰宗教をやってた場所だったりとか、富士風穴ってこう洞窟があったりとか、でその中の一個ね、ハイトラックが捨ててある場所があって、古いトヨタなんですけど、多分もう本当に昭和30年代とか20年代とかのトラックが捨ててあって、でまあ多分炭焼きをやってたと思うんですよ。で樹海の中で炭焼きやってた跡がいっぱいあるんだけど、もう今はやってないし、産業として終わってしまってそのまま放置されてて、でだから当時は道になってたんだけど、そのまま放置されて何十年も経っちゃったから木が生えちゃって、なんか樹海の中に急にトラックが現れたみたいな雰囲気になってる不思議スポットというか、そこを捨てた人は別にもうなんかいらなくなったかなんかでそのまま置き捨てただけなんだけど、なんか暮らしてる跡があるんですよ。窓ガラスのところにこうビニールが敷いてあったりとかして、こうなんかトラックの中やトラックの周りでちょっと生活してたんだなみたいな跡があって、まあ、ちょっとこうそれはそれで写真として面白いし、暇があると来るんだけど、よくみんなで行く場所からは結構離れてるので、まあ、僕が行くのはなんかテレビの撮影とかでキャッチーな映像が欲しい時とか写真が欲しい時に一緒に行くみたいな。でまあ僕10年以上そこ行ってるんですけど、なんかその近くにその生活してた人が信じてたような宗教の道具というか落ちてて、で一つがその木でできた手彫りの仏像なんですけど、仏像が彫ってあって足元がこう魚になってるんでちょっと特徴的なものがあって、でもう一つが その神様をかわかんないんだけど、神様の写真が貼ってある DVD のケースが置いてあるんですよ。多分その DVD の中身は関係なく神様の写真をこう貼って崇めてたのかなっていう。で仏像もまあずーっと置いてあったので、それトラックとセットでこうたまに行っては写真撮ったりとかしてたんですけど、ある日その仏像の方がなくなっちゃったんですよ。それ誰か撮っていったんですかね。撮っていったのか、まあ、自然になくなるってことはちょっとなさそうだったので、あれなんか残念だなと思って、どこ行っちゃったのかなと思ってたら、ある日動画を見ていたら発見しちゃってですね、その仏像を。何の動画？田中さんの家にありました。実物コレクターの田中俊之さんの動画見てたらそれが出てきたから、うわっと思って。え、そうなの？でもなんかあれはイベントとかでは亡くなった人のすぐ近くにあってみたいで、それをなんか持って帰るとなんか夢で見なされてみたいな感じだったんですけど、なんかそのトラックの近くにあったので、そのトラックの近くでは僕が知ってる限りではあんまりって感じがありますけどね。まあ相当言ってますもんね。まあだいぶ古い話なので、まあそこで暮らしてた人が死んだ過去があるのかどうかはわからないけど、仏像がなくなったら最近なんだよ。仏像がなくなったのはまあそれなりに最近だし、だから最近の話ではないですよ。その仏像がそこに置かれたのはめっちゃ昔なんで、エピソードが間違ってるかどうかわからないけど、でまあもちろん田中さんって樹海行ったことがほとんどないので、田中さんが持ってきたわけではなく、まあ YouTuber かなんかそういう人に買ったのかな。あ、買ったの？買ったんだと思いますけどね。え、いやまあそう考えるとだから出所って大事っすね。まあそれはね、要は樹海に落ちてたボロボロの仏像を持って帰ってきたこと自体が法律違反かどうかって微妙なところなんですけど、個人的には名物だったからやめてほしいなとは思うけど、まあそれがなんか例えば空き缶とかだったら別にゴミ掃除の範疇じゃないですか、まあ、それを売るのもちょっとモラル的にはどうかと思うけど、まあ犯罪じゃないと思うんで、それ以上別にその人を責めたりはしないんですけど。そうですね、田中さんも多分そんなん知らんと買ってるやろから、まあちょっと考えなあかんですね、そういう売買みたいなのね。でその人じゃないんですけど、なんか最近よく聞くのが廃墟とかで物をこう盗んできて、それをこう呪物だとか言って売る人がいるという話も聞いていてまあまあ高い値段で売ったの買ったのという
話を聞くので。マジで、うん、それ僕知ってる人ですか？多分、うわ、だからまあ炎上含みなので、それはもう犯罪だと思うんですよ。人の敷地の中に入ってそこにあるものを持ってくるのは犯罪なんだけど、まあまあ分かりやすい被害者がいないっちゃいないんだけど、ただまあどこかで燃えたりすると収拾つかなくなるようなネタなので、やめましょうねっていう。いやー、ほんま気をつけなさんで、そういうの。そうそう、気をつけた方がいいですね。やっぱりエピソードとかはね、僕も裏取りできずに流す時もあるんだけど、やっぱ怖いですよね。作れちゃいますからね、エピソードなんて。うん。で、やっぱり、それで、まあ、言うてしまえば、作ったのがもう分かるじゃないですか。なんか、寂しいな。僕がこの間言われたのが、まあ、企画を言われて、ラムさんがその経験したことを語ってもらうんだけど、まあ、エピソードはこっちで作りますんでって言われて、作るの？さすがにそれはちょっと一応ルポライターなんで厳しいんだけどなみたいなのは思ったりしましたね。でも月毛バーガーの話は作ったんですよね。月毛バーガーの話はあれは作ったね。ちょっと怒られたよ、あれも20年も経ってほじくり返してやんなよみたいな。まあそれもそうやなと思って、まあね、そんな皆さん、まあ、注意喚起も含めてちょっと気をつけましょうねとか、違法行為はやめましょうねということでございました。そうですね、なんかお金になるって言ってそれで売ろうとする人たちがいるのはなんか僕も知ってるんで、うん、リアル現場主義でした。気をつけようね。